今週はどうも流れです。星のドラゴンクエストがですね、新しい武器の福引きが始まりましたので、こちらの、10連宝箱福引きやってみたいと思います。初回のみ星5が1億確定ということで、この炎龍神の斧、炎龍神装備ですね、やっていきたいと思います。でも僕が狙っているのはこの賢者の杖です。杖が星5が一つもないんで、どうしても欲しいということで、やっていきたいと思います。それでは早速ポチッと、福引きを引くとお願いします。いくぜ。まず1個目、ドーン、きたーきたーん、きたー、賢者の杖きたー、ついにきたー、しゃー、もうこれで終わってもいいや。この1個だけので3000ジェム出してもいいっていうレベルで僕が欲しかったやつが来ました。ついにやった。もうあと何でもいい。いや、もうありがとう、玉鋼とか本当ありがとう。ありがとう、なんだっけこれ、あ、そうそう、森人のやつね、ありがとう。おおお、なんだこれ、メガトンハンマー、初めてですね。やった、剣は出たこと、剣はほとんど出ないんですけど、ハンマーとか斧はよく出るんですよね、僕。すげえ最先いいんじゃないですか、玄武の兜。もうね、全然いい、星3とかで。もう欲しいの来たから。鋼の鎧。はい。おお !3 個目?マジで賢者の杖もう一個きた、シェイ、やった、あざっす、あざっす、やった、わ、鬼雲の盾、うお、4個目、修羅のコン、おお、持ってるっけこれ、なんか持ってた気がする、あれ、めちゃめちゃ引きいいんじゃないですかこれ。スクショ取ろ、よし、ということで欲しかったやつがついに連続で2つも引くという快挙を成し遂げました。やった、これで僕ドラクエちょっとやる気が出てきました。はあ、よかった。これスキルを取り出すかつけて進化させるか悩みどころですね。相談してみます、誰にだろう、はい、自分の中で相談してみます。ということで、かなりいい引きがいけましたんで、今回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ほいじゃったらね。